ペルセウス、ペルセウスは、ギリシア神話に登場する英雄である。英語読みでパーシアスとも呼称する。ゼウスとダナエ、アルゴスをアクリシオスの娘の子。妻アンドロメダーとの間に、ペルセウス、ペルセウス、アルカイオス、ステネロス、ヘレオス、メイストール、エーレクトリオーン、ゴルゴポネーを設けた。ペルセウスは、ゼウスの血を引く半身であり。 神々から授かった魔術的な武具を駆使して、メデューサ殺しを成し遂げ、その後も多くの困難を乗り越えた。ミュケな王家の創始者となり、死後は聖座になったとも言われる。アルゴス王アクリシオスには、娘ダナエがいたが、男の子がおらず、息子を望んだアクリシオスは、死者を使わして、新託を求めた。新託は、息子は、生まれず、アクリシオスは、 彼の孫によって殺されるという恐るべき内容だったため、アクリシオスはダナエを聖堂の部屋に遊兵した。ところが、ゼウスが黄金の雨に身を変えて忍び込み、ダナエはペルセウスを生んだ。これを知ったアクリシオスは、娘とその子を手にかけることができず、二人を箱に閉じ込めて川に流した。ダナエ親子はセリーポス島に流れ着き、 両子、リクティウスによって救出された。ペルセウスは、セリーポス島で成長したが、やがて、リクティウスの兄で、セリーポス島の領主であるポリュデクテイスがダナエに、連母するようになり、邪魔になるペルセウスを遠ざけるために、ゴルゴーンの一人、メデューサの首を取ってくるように命じた。ペルセウスは、アテーナーとヘルメースの助力を受け、アテーナーから、聖堂の盾を授かり、 ゴルゴーンを殺すのに必要な道具を持っているニュムペー、タッチの居場所を聞くために、ゴルゴーンの妹である、ライアイ三姉妹の元に行った。彼女たちは生まれつき醜い老女で、三人でたった、一つの目と一本の歯しか持っていなかった。彼女たちが居場所を教えてくれないために、この目と歯を奪って脅すことで無理やり聞き出した。そしてニュムペーたちから、翼のあるサンダル、キビシス、袋、 ハーデースの隠れ兜を借りた。さらにペルセウスは、ヘルメースからは、金剛の鎌、ハルペーを授かったとされる。一説には、サンダル、兜、よび、キビシスは、ゴルゴーンの居場所を聞くために立ち寄った、フライアイ三姉妹の所有物で、ゴルゴーンの居場所を聞いたついでに奪っていったという説も、ある。また、翼のあるサンダルは、ヘルメースから与えられたとも言われる。 そして西の彼方のオーケアノスの流れの近くに住むコルゴン姉妹を発見し、アテーナーに手を引かれ、メデューサの顔を見ないようにして、縦に映し出されたメデューサの姿を見ながら、剣でメデューサの首を取ることに成功した。この時、首を切られたメデューサの体から、血しぶきと共に翼ある馬ペイがソスと、クリューサーオールが飛び出したという。ペルセウスは、キビシスの中に、 メデューサの首を入れ飛び去った。他のゴルゴーンたちは目を覚まし、メデューサの殺害者を探したが、ペルセウスはカブトの力で逃げ延びることができた。ペルセウスはメデューサ殺しの試練から帰る途中、リビュアを飛行した。この時、メデューサの首から血が大地に滴り落ちた。するとその場所から様々な種類の蛇が生まれ、リビュアは 多くの蛇が生息する土地となった。またペルセウスは巨人アトラースが支配するヘスペリスの園を訪れた。空を飛び続けた彼は夜の闇に不安を感じヘスペリスで休ませてもらおうと思ったのだ。しかしアトラースはテミスからゼウスの息子に黄金のリンゴの好みを奪われるという予言を授かっていたためペルセウスが予言の男なのではないかと疑って追い払おうとした。 ペルセウスは、根気よく頼んだが、アトラースに抵抗できるはずもなく、ついにアトラースに向けて、メデューサの首をかざした。こうして、アトラースは、山と化し、その上に天空が乗ったという。メデューサの首を袋に入れて飛行中のペルセウスは、母カシオペアのために渡ッポセイドオンの怒りを買い、生贄江とされかけていた、エチオピアの王女、アンドロメダーを見つけた。ペルセウスは、 彼女の父、ケーペウスにアンドロメダーと結婚する許可を得ると、海の怪獣と戦って倒し、アンドロメダーを救った。ところがアンドロメダにはもともと、ピーネウスという婚約者がおり、仲間を率いて、婚礼の縁に現れ、ペルセウスを亡き者にしようとした。縁は戦争のような混乱に包まれたが、ペルセウスは、ピーネウスら一刀に、メデューサの首を見せて、石と化した。 アンドロメガーと結婚したペルセウスは、セリーポス島に戻ると、ポリュデクテースに、メデューサの首を突きつけて、石にし、祭壇に逃れていた母とディクティウスを助け出した。そして恩にあるディクティウスを新たな王につけた。これは補足だが、セリーポス島が、岩だらけの島になったのは、メデューサの首によるものだ、と言われる。その後、ペルセウスは妻や母と共に、 アルゴスに帰国したが、このことを伝え聞いたアクリシオスはペルセウスを恐れて、アルゴスから逃亡し、ペルセウスはアルゴスの王となった。ある時、ペルセウスはラーリッサの町で開かれた競技会の円盤投げに出場した。だがペルセウスが投げた円盤が観客席に飛び込み、ある老人に当たって死なせてしまった。その老人こそアクリシオスで、こうして信託は実現した。ペルセウスは、 自分が殺してしまった祖父の国土を継承することを恥じ、ティーユンスの王メガペンテイス、プロイトスの子のところに行って国土の交換を行い、ミデア、ティーリンス、ミュケーケナ内の支配者となった。一説によるとペルセウスが王となった後、ディオニューソスの来訪が起こった。多くの土地でディオニューソスは拒絶されたが、アルゴスにおいては戦争に発展した。ディオニューソスはエーゲ海の島から張り合い、 海の女たちを伴って現れた。ペルセウスは軍を率いてこれと戦い、多くの女たちを殺した。パウサニアスの証言によると、アルゴスの市内には殺されたマイナスのコレエアの墓や、ハリアイの合相母があった。その上さらにペルセウスはディオニューソスを殺したとさえ、伝えられている。そして、ペルセウスは、神の死体をレルネーの泉に捨てた、と。しかしディオニューソスは、 エルネーの泉を通って冥府から戻ってくることができたらしい。その後、両者は和解し、アルゴス人はディオニューソスの神域を選定して、クレータユーカリのディオニューソスの神殿を建設した。ちなみにこの神域がクレータユーカリのと呼ばれるようになったのは、この場所にディオニューソスがアリアードネーを葬ったからだという。ペルセウスの死に関しては、プロイトスの息子。 メガペンテースによって殺されたとする説がある。死後、ペルセウスはアテーナーによって天に挙げられ、ペルセウス座となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。